ジャック・トラミエル・ジャック・トラミエルはアメリカ合衆国の起業家。1960年代から1980年代にかけてコモドールやモステクノロジー、アタリなどの有名コンピューター機器メーカーの社長を務めたポーランドのウッチ出身。幼少期進行したナチスドイツによってウッチゲットーからアウシュビッツの強制収容所に両親と共に投獄され、 ヨーゼフ・メンゲレイ氏の診察を受けたこともある。その後父は、ハノーファー近郊の強制収容所へ送られて、チフスで死去したとされる。終戦後の1947年に、アメリカへ移住し、後に、米軍兵、タクシー運転手、タイプライター修理工などの経歴を経る。1958年に、カナダのトロント市で、タイプライター製造会社、コモドールを設立。 1966年、カナダの投資家であるアービングッドによる資金援助を受け、同社を電卓部品メーカーに転換し、さらに70年代後半からはパーソナルコンピュータの大手メーカーとして急成長をさせた。1976年にコモドールはライセンス販売契約にこだわる若きビルゲイツを抑え込み、 マイクロソフトベーシックの使用権をたった1万ドルで購入することに成功した。同年には若きスティーブ・ジョブスからアップル売却のオファーを受けたが、トラミエールがわずか10万ドルという定時金額をさらに値切ろうとしたため破断となった。コモドール時代の部下だったチャック・ペドルによると経営者としてのトラミエールはひたすらに破壊的な低価格で商品を次々と投入し、ライバル企業たちを 市場から追い出すことに全力を注いでいたという。これはコモドールがまだ名もないカナダの電卓部品メーカーだった時代に日本の大手電卓メーカー各社のダンピング構成によって廃業寸前にまで追い詰められたという恐怖体験によるもので後の超低価格パソコン路線もその延長だったらしい。しかしその一方で日本人技術者の能力を高く評価し、 コモドール日本法人は、部材調達や研究センターとして徴用。将来の後継ぎとして育てていた、自身の息子サムトラミエルを、日本法人の社長として派遣したり、日本人社員が中心となって、企画とした、マックスマシーンやビッグマイナス1001などといった、独自製品の販売を許した。 80年代前半のコモドール64の大ヒット、自身の冷徹活用な内経営スタイルなどもあって、アップルのスティーブ・ジョブスなどと、並びパーソナルコンピュータ界の長寿と称された。しかし、1984年にアービングッドと経営方針をめぐって対立し、コモドールを突如退任。直後に、いわゆる、当たりショックの影響で大きく業績が落ち込んだあたりが、 家庭用ゲーム機部門の切り離し先を探しており、トラミエルがコモドールへの報復として立ち上げていたトラミエル。テクノロジー社はこれを引き取り、当たりコープと解明。彼が社長となり、アたり ST など競合製品を世に送り出して、業界で大きな話題となる。引退後の2007年、コモドール64誕生25周年記念の会場で、 スティーブ・ボズニアックと初めての対面を果たした。2012年4月8日、死去。83歳ボーツ。ブライアン・バグネル・オン・ザ・エッジ・ザ・スペクタキュラー・ライズ・アンド・ホール・オブ・コマド、バリアントプレス2006、ISBN978 から0973864908、09 VORC.ORG インタビュー記事、1980年代のコモドールと日本ハット NHK、新。 電子立国の番組中などでの当たりショックの解説が主として日本の一部の当事者による語りから構成されていたため日本で一般に当たりショックとして信じられているものは実際に米国で発生した現象の正確な理解からはずれがある。C ネットニュースはス・ミート・ジャック・トラミルコンピューター・レジェンド・アンド・ゲーミング・パイオニア、Jack ・ジャック・トラミル DS At Age 83 Forbes 2012年4月10日閲覧ありがとうございます。